シングルプレイ専用 RPG アナザーエデン時空を超える猫。バトルの面白さや読み応えのあるストーリーが支持され、サービスインから7年以上が経った本作は、さまざまなタイトルとのコラボも見どころの一つです。この夏、そんなコラボタイトルにまた一つ新たな人気ゲームが登場します。その名もザ・キング・オブ・ファイターズ15。 KOF の愛称で親しまれるこのシリーズは、1994年にゲームセンターで稼働を開始した第一作から30年もの歴史を持つ人気対戦格闘ゲームです。そんな KOF15 とアナザーエデンのコラボイベント、ザ・キング・オブ・ファイターズ・アナザー・バウトが2024年8月22日からスタートします。対戦格闘ゲームとの異色のコラボはどのようにして決まったのか、そしてコラボイベントの見どころは、気になるポイントをアナザーエデンの開発者の皆さんに伺いました。今回は私の方でまずこのご縁をいただいたので、その何ですかね、SNK さんとの、やり取りだったりとか、このコラボの実現までを自分の方で準備させていただいて、実際 のゲームデザインの方は佐藤の方でやらせてもらっているという形になっております。ですので、平沢の方がよし KOF コラボやるぞっていう風に今度取ってくれて、でそれでじゃあどういうコラボにしたら面白くなるかというところで、まあ、自分の方で舵取りをして進めていくという形になっております。いろいろなちょっとつながりがあって、前々からなんか面白いことできたらいいねぐらいのこう温度感のこうつながりはあったんですよね。ただやっぱりアナザーエデン RPG のゲームですし、そう格闘ゲームとのコラボって、まあ、どういう形にすればいいだろうっていうのはずっとチームでも模索をしていました。で、まあ、なかなかそのなんですかね、こういう形でやればいいんじゃないかみたいなのが決まらない中時間が過ぎていたんですけれども、やっぱりこう実際にバトルを中心としたコラボっていうのをこう本気で考えた時にちゃんと面白いものにできそうな目処が立って、いつもアナザーエデンはコラボにかなり力を入れているので、中途半端なものを作らないようにっていうのはみんなで力を合わせて頑張ってるんですけれども、今回もそれでアナザーエデンチームなりの答えが出せそうな形が見えてきたので、実際に SNK さんにやらせてくださいということでご挨拶させていただいた形になります。アナザーエデンの世界でも KOF の方が開催されることになりまして、謎の光る猫が、その KOF に、主人公アルドを、誘うというものになります。同じく謎の猫、その猫が、KOF のファイターたちも、召喚して、でそれで、主人公のアルドと KOF のファイターたちが協力して、今回の KOF の裏に潜む陰謀に対して迫っていくというものになっております。そして今回のストーリーに関してですけど、ファイターごとのサブストーリーに分かれておりまして、でそれぞれのサブストーリーを体験していただくことで、事件の全貌が分かるという、そういう作りになっておりなっております。こちらの京都、マイと、クーラと、テリーの4人の、4つのサブストーリーのルートがございます。サブストーリーでは、ファイター同士の原作にはない、絡みですとか、あとはそのファイターとアナザーエデンの世界のキャラクターたちとの絡みですとか、まあ、そういったところを、楽しんでいただけるかなというふうに考えております。アナザーエデンはコラボ元の原作の、雰囲気をどれだけアナザーエデンの世界に落とし込んで、再現できるかというのに対して注力しているプロダクトでありまして、で今回の KOF コラボにおいても、格闘ゲームである KOF の要素をいかに落とし込むかというところで、いろいろ と,、アイデアを練って進めておりました。で具体的には、今回目玉となるシステムとして、バトルフェーズというものを取り入れております。でそちらの、システムなのですけど、原作の KOF さながらに、3人対3人でチームを組ん でそれで、1対1の、バトルの方を実際にするというのをアナザーエデン上で再現するというものになっております。アナザーエデンはもともとコマンド型の RPG なので、技を選んで攻撃としたらみんないっぺんに行動する RPG なんですけど、アナザーフォースっていうシステムがありまして、これが発動してる間だけは技をどんどん叩き込めるっていう
でこれがこの仕組みを格闘ゲームを再現する上で使えないかというところで佐藤と一緒に相談をしていて、そこでこう技を実際に入力していくような体感を得られるような形に今回落とし込んでます。あと技に関しては技のお尻の部分と別の技の頭の部分が同じ、まあ、そのコマンドだったらそれが連携して、短縮して入力することができるっていう、仕様も盛り込んでますので、慣れたユーザーさんですと、まあ、よりそのテンポよく、多くの技を繰り出していただけるのではないかなというふうに考えています。素早く入力する人は、複数の必殺技を、一度のマックスモードで、叩き込むことができるというふうに。コマンドについてはガイドの方も表示しておりますので、慣れないユーザーさんでも、楽しんでいただけるような作りにはなっております。今回、先方の、楽曲について、かなりの曲数をお借りして、でゲームの中でも、KOF の雰囲気を再現しようというところで、具体的にはこちらの、京都舞とクーラとテリーの KOF15 でかかっている、曲の方をキャラクターのテーマソングとして、様々な場面で使用させていただいております。また先方の、楽曲で人気のある曲について、こちらでアレンジバージョンというものを制作させていただいて、で、まあ、決めのところで、そちらの楽曲が、かかって盛り上がっていきますので、こちらはぜひ楽しんでいただけたらと思います。ボイスに関しては全て、新録となっておりまして、KOF15 で担当された、声優の方に、今回も担当していただいて、で、全てのボイスを、新しく、収録してアナザーエデン用のというところで、撮らせていただいております。メインのキャラクターについて、の選定がまずありまして、で、そのメインのキャラクターとシナジーを生みやすいキャラクターということで、京都行ったらやっぱりイオリだとか、そうですね、マイとアテナ、そして、テリーと、ビージェニー、そして、クーラとケイダッシュという、まあ、関係性で、お話を作っていくというところで、こちらのキャラクターの方を選定させていただきました。例えば今日のルートですと、京都伊織がアルドたち と、まあ、一緒に物事を解決する。で残りの、マイですとかテリーですとかクーラですとかケイダッシュですとかっていうキャラクターたちが、そのライバルとして、まあ、そのバトルフェーズで登場するという。あとバトルシステムに落とし込んだ時にバトルの技としての再現のしやすさですとか、まあ、そういった多面的な、考慮をして、結果この4キャラクターになったというところになります。通常のアナデンの、必殺技、スキルのモーションの中で、やっぱり対戦格闘のゲームですとよりモーション一つ一つが小気味よく出る部分があるので、まあ、そこをどれだけモーションを近づけるかというところを、モーションスタッフには苦労してもらったところになります。キャラクターの三頭身とあとそのモーションとエフェクトが加わって必殺技を実際に再現しているところですとか、まあ、そういったところを見ていただければ、あこだわってるんだなっていうふうに、思っていただけるのではないかなと思います。今回、格闘ゲームと RPG との異色のコラボという形になっておりますが、そうですね、双方の良い部分を、きちんと生かす形で、今までにないコラボになったかと思いますので、皆様ぜひ楽しんでプレイしていただけたらと思います。アナザーエデンはいつもコラボを本気で作っていまして、過去のコラボタイトルなんかもこう再現度がすごいというところでいろいろ好評いただいております。今回もですね、しっかりと自信を持って KOF のファンの方にも楽しんでいただけるものが出来上がっていると思いますので、ぜひこの機会に遊んでみてください。よろしくお願いします。僕はアナザーエデンの実はリリース前から開発に携わっていたんですけども、主にまあ、イベント演出などを担当させていただいている、まあ、ゲームデザイナーの方でやらせていただいております。ゲームデザインだとして、まあ、そのゲームマネジメント的にも、まあ、インゲーム以外の部分のことを結構考えたりして、まあ、その運用ゲームの運用していく上でのなんかいろいろなんか考えて、そういうことをやっています。やっぱり解説というところもあって、基本的にはもう全キャラ触ってはいるんですが、好んで使うキャラクターとしては、
まあ、やはりギース・ハワードが僕はとても好きなのでギース・ハワードを主軸に、まあ、その時 の, あの環境といいますかそのバランスに、まあ、即して自分が好きな、まあ、良さそうなキャラクターを設定して使っています。プロになってからはやっぱりその大会に勝つためになんか結構バージョンごとにやっぱ結構強いキャラクター今強いと言われているキャラクターが違ったりするので結構それに応じてキャラクターが変わっちゃったりはちょっとしてしまっているのでよく使うキャラクターっていうのはまああまりいないということになっちゃうんですけどまあでもあのこの草薙京とかは結構あのキャラクター性的にも使うことが多かったりします。強かったらやっぱり使うことが多かったりしますね、まあ、実はあのクーラとかあの K ダッシュとか結構かっこいいし結構強いんで子供なんで結構好きなキャラクターですね。可愛いキャラ好きだよね。可愛いキャラ好きですねまあ、もちろんやれたらすごいなと思ったことはあるんですが僕の方に話が来た段階ではもうすでに決まっていました。あのやることになったからよろしくというそういう流れであの話が前よりできたのでもちろんあのびっくりしたのはあったんですけど本当にやるで最初ちょっと疑心暗鬼だったんですけどねあのジャンルも違いますしただあの、まあ、アナザーエデンだったら確かに可能かもしれないっていう、まあ、ポテンシャルがかなり高い作品なのであの、まあ、そういった意味でもあの、まあ、声がかかった時やっぱり嬉しかったですね。多分一番びっくり社内で一番びっくりしたそうそう一番多分びっくりしたと思います。本当ですかそうなってたと思います。もともとそのアナザーエデン の, あの開発インゲームの方をやらせていただいているので、まあ、そのアナザーエデン内の、まあ、今回のコラボ の, その、まあ、イベント部分だったりとか、まあ、そういったあのいつも通り の, そのアナザーエデンの業務の、まあ、主に監修名とあとはその KOF のに関するその知見のスーパーバイザーといいますかそこであの存分に力を振るうようにあの努めています。大野の言うとおりもう本当最初の段階ぐらいから、まあ、KOF の有識者としてなんかアイデア出しの段階からもうこうこうしたらいいんじゃないかみたいな話とか、まあ、本当そうですなんかいろんなモーションだったりとかの本当見てこれなんかちょっと違くないみたいなとかそういうことを言ったりとかいろいろそういう確認するものには自分もにあったりしてましたね。いやもうたくさんあったよね。市場に入って市場は入らないみたいな市場はそうですとにかく市場を抑えるのがあの一番苦労したところですね。はい、もうあの自分じゃなくてあの世 の, あの KOF プレイヤーたちが全員が喜んでもらえそうなキャラクターをあの案として出しましたね。はい、うん、まあストーリーは自分は直接イベントをあの実装にもあの携わってはいるのでストーリーもかなりあのシナリオのライターさんともかなり綿密な打ち合わせをして監修にも入っております。設定面とかそのキャラクターの世界観とかこのキャラはなかなかあのそう簡単には膝つかないとか例えばいろいろあると思うんですけど、はい、そういったところもしっかりこんな表情しないとかこんな表情しないとかありますね。はい、まあ、そのアイデア出しの段階から結構どういう風になんか KOF の格闘ゲームなんでどういう風になんかアナザーエデンにその落とし込むかみたいなところでやっぱ結構みんなと話し合っていろいろ案出しして悩んだりもして今の形になりましたね、うん、マックスモードとかそうですね、まあ、必殺技と超必殺技の概念と、まあ、そのアナザーエデンにおけるそのまあ、アナザーホースっていうまあシステムがあったりもするんですけどもそことのその兼ね合いといいますかどう掛け合わせてよりその格闘ゲームらしさも出しつつもアナザーエデンの その RPG の良さも一緒にこう掛け算でうまいこと掛け合わせていくのかはかなり試行錯誤したところですね。技が多いキャラクターになってくると選定草薙京とかやっぱ結構技が自体結構やっぱりKOF自体歴長いんあの歴史長いんで、うん、京といえばっていう技が結構多くて結構ありますね、うん、その中でどれを使おうかみたいな話だった時にやっぱなんだろうな、なんか登場回数が必殺技とかそういうのがあるんですか、うん、やっぱ一番出しやすいよく見る必殺技だったりとかを選びましたね。そうです。あとはまあその有名なセリフを言う必殺技とかそういったところからもあの選定の要素にはなっていますね。
うん、草薙京といえばこの技のこのセリフみたいな、あの技とか、まあ、あのセリフが聞けるかなってこう思った方はもう多分きっとそういった方を満足させられるように抑えてあるとは思います。昔から聞いてた声があのここでも聞けるといった、まあ、そういった感動もありつつも、あのやっぱり今まで聞いてきたその音程といいますかアクセントの部分とかもしっかりこう注意 しながら立ち合わせていただきました。そうですね、あのもう本当招待状がこう回転しながら降りてくるのはやっぱりファンにとってはもうあれだけで一発で何かが分かってしまうぐらい の認知度ではあると思うので、あそこから結構うおーってなるんじゃないかなと思いますね。オタク要素がたくさん詰め込まれていると思います。最初は、まあ、どうなるんだろうっていうなんかこうドキドキ感というか期待感みたいなものが非常に強かったんですが、あの、まあ、完成したものを見て、あ、こういう形になったんだなっていうちょっとこうちょっとした感動もやっぱありました。KOF でもありアナザーアイデンでもありという、そうですね、不思議な感覚ではありましたね。でもよく見るその普段自分がよく見る絵面でもあるんですが、その両方の意味でよく見るあの絵面にもなっているので、あの非常に面白いものだなと思っております。ボリューム結構あると思いますね。4キャラ分のサブ、そうなんですよ、あの当初はここまで膨れ上がる予定でもなかったんですけど、やっぱりそこはあのアナザーアイデンというところで、僕も実際ここまで膨れ上がって納得感が増したので、今までのコラボもあのやっぱ見てきた人間としては、まあ、アナザーエデンのコラボといえば、まあ、やっぱりこれぐらいのクオリティにはなるよね、やっぱボリュームといいますかにはなると思うんですけど、はい、あの精一杯あの制作させていただいたので、はい、ぜひぜひという形ですね。それはもう本当に自分と本当開発スタッフ一同で、本当に KF 愛をね、できるだけ限りの出して作れたと思いますので、本当にあの KF ファンの皆様に本当ぜひとりあえずインストールしていただいて遊んでほしいなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、今回、まあ、リリース前からあの携わってきたアナザーエデンと、まあ、30年弱プレイしてきた KOF シリーズがまさかのコラボというところで、あの若干気持ちがすごいふわふわしていたところもあるんですけども、これも本当に自分の人生の中で何かの縁だとあの本当に思っておりますので、あの誠心誠意あの全力で開発、まあ、制作にあの携わらせていただきましたので、ぜひともあの KOF ファンの方々も含め、全ての方にぜひプレイしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。いかがでしたか？イベント開始がますます楽しみですね。アナザーエデン時空を超える猫と KOF15 のコラボイベント、ザ・キング・オブ・ファイターズ・アナザー・バウトは2024年8月22日からスタートします。基本プレイ無料となっていますので、インストールして遊んでみてくださいね。